今日が6月1日です。もう6月入っちゃった。どうしよう。はい。というわけでですね、はい。ここ、押し入れの補強をやっていきましょうか。で、押し入れの補強の肝としては、この、なんかすごい弱い床なので、多分下の根太が崩壊していると思われます。この、もうこれ動くもんね、乗ると。なので、ちょっと増し張りでも、増し張りと断熱だけして、補強しようと思います。その前にちょっとこれどかして修理っていうか掃除ですね。はい、まあ今回はですね、6月1日ですね。で、これからは全部6月に入ってきます。今この写真じゃねえや、動画があるところは、おこもり型の、ベッドになる予定です。ちょっと狭いけどね。一応ここドミトリって、雑魚寝で5、6人の団体客止めようと思ったんですけど、ちょっとそれもどうかと思って、一応2人のドミトリーにしてます。で、現時点では、ここの押し入れのドラえもんスタイルっていう感じと、これの対面に、無理くり2段ベッドを置いてます。まあ、こんな感じの2人部屋にします。やっぱりその、人入れすぎても、キャパがないから、不衛生で不快適になるっていう判断です。はいはい。まあ、一応、きれいにしてみました。一応、ここの、結構来てるな。でもね、ここに、多分ここに太い枝があるんだけど、この真ん中にね、釘が打ってあるんだけど、釘なんか、効いてる気配がないよな、これ。ないもん、何も。枝が踏ん張ってないもん。じゃあ、だとしたら、この釘どこに打ってあるんだ、つう、素朴な疑問になるんで。はい、じゃあ、ちょっと。ここの床はまあ、コンパネの増し張りで頑張らすんで、虫が来ないようにだけちょっと防腐剤だけ買ってきますか。はい。結局クレオパワー買ってきたんで、まあこれを塗っていきましょうか。あと某アリなので、なんかね、アリに食われた形跡が多少なきにしもあらずなので、まあちょっとね、やっておきましょうかっていう感じでやってきます。はい。で、まあですね、ちょっと怪しいんすよ。何が怪しいかって言ったら、根太が絶対あるはずなんですよ、基本床を支えるのは。でもやっぱりね、根太を感じないんですよ。まあ何、根太を感じないってなんだよって話ですけど、多分もうシロアリに食い尽くされてもほぼなくなってんじゃないかっていうぐらい、こうたわんじゃってるんですよ。要は床材だけで支えてるから、床の目覚めとお覚めの、継ぎ目だけでおそらく支えられてるくらい脆い床なんじゃないかと僕は思ってます。なので、まあ一応コンパネをして増し張りして、まあコンパネで、重さを支える感じにしてます。でもまあ、ここだけなんですよ。で、ここには重いものを、置くというつもりはないです。まあ、どっちかっていうと、そのスーツケースとか、来てくれた人が、まあ、自分のメインの荷物を置くというような場所なので、まあ、200キロ、300キロは置かないはずなんですよね。なんで、そういう腹積もりでやってます。まあ、せっかく買った扇風機あるんですけどね、これニトリ行くと2000円ぐらいになんか値引きっていうかアウトレットになってるんですよ。だからめちゃくちゃいいっすね。で、あと、まあちょっと柔らかいのと、まあ匂いなんですよね。まあこれ課題っすね。はいはい。で、まあクレオパワーベチャ塗りっすね。まあこれを乾かしてる間に、まあザクザクなんか小言をやっていこうかなと思います。やっとここまで来たね。
なんかここねシワシワだからちょっとこれも解体するのめんどくさいからやめようと思ってたけど、ちょっと中見てみるわ。多分雨、多分黒い点とかこれ多分水だね。で昨日一昨日すごい豪雨だったから多分昨日の雨じゃないか。で釘の多分ここの釘とさここの釘多分同じなんだよな。同じヒートが同じくらいに打ってるはずの釘がここまで錆び方が違うってさ、絶対濡れてるよね。あシリコンボンドでどうにかできるかなっていうことで、まあ、ちょっとここ、この窓が開けば、すごくここの部屋いいんだけど、いかんせん、これ窓ね、こっち側の窓が実はこれ、あっち側に落ちるんよ。だから、ちょっとこれ直しますわ。次の窓ここですね、やばいの。はい、まあもう外しちゃったんだけど、これこの外側のこっちがちょっと斜めになってるの分かるかな。こうしたら分かるか。なんかね落ち込んじゃってて、だいたいあとね1センチぐらい足りないんだわ。だからここに入ってないから落ちちゃうよ、鍵を開けると。だからまあちょっとここに、まあ、細工オーバー施しの、まあ、なんかやるわ。外れないように窓をし、何かやっていきたいと思います。はい、まあこれ窓の3ですかね、なんか鉄の枠で作ってあって、そこの枠とこの木製のさん、なんだろう、窓枠の間になんかね雨水が落ちてる臭いんで、これコーキングで一旦埋めてます。じゃないとまた腐って真柱ごとダメになるのが嫌なんで。あ、ちょっとこの窓直すんだけどかなり腐ってんだよな。どうしようかな、窓直すと来年でいいか。シロアリも食ってるな多少。まあ、多少シロアリも食ったか。まあまだ頑張れ。というわけでちょっとまあ直していこうか。はい、まあここ窓の作業ですね、組み、しかもここの窓の立て付けが悪く、かつ2021年の春ごろ3月ぐらいの地震で割れちゃったんですよ。だからそうやって窓が地震でガタガタガタついて割れるくらい立て付けも悪いし、まあガラスも脆いから、まあ、補強しないとなとは思ってました。はい、なんかハンマーがずれるのでカメラがそっぽ向いちゃったけど、まあ一応足りない部分を無理やりつけてみた。なのでこれでまあはまるかどうかちょっとやってみようか。まあこれはちょっとねどうなのっていう感じっすね。まあちょっと今音声吹き込んでる時点でかなり雷がゴロゴロ鳴っててそれが入っちゃうんですけど、まああとはそうだな、この窓の立て付けからいってちょっとあの間柱とか窓枠腐りかけてるから、であとちょっとシロアリに食われてるのも何点かなっていう感じなんで、本当にもう真柱がボキって折れてからちょっと変えようかなって感じです。中途半端にまだ強度はあるんですよね。はい、これで落ちなくはなったんよな。それでもかなりガタガタだから。で一番衝撃的だったのがこれ戸車入ってないこと、それが衝撃。結構すごいなこれ、歯車がないって結構無茶だよな。はい、まあこんなで続けていきますか。
今日は夜8時くらいかな、今、6月1日ですね。まあもうそろそろオープンしないとなんで急いでいきます。でですね、今日はあの後まあちょっぴーちょっぴーちょっとずついろいろはしょってやって、やったこととしては、まあまずこの窓を直してる最中でした。まあこれが直せずちょっと今日終わりです。でまあ窓の内装の塗装を、まあ、防腐剤塗る、そしてですね内側と外側をこれクリアボディ、クリアボンドですね、コーキングで、水が入ってこないように埋めてます。明日からずっともう梅雨に入って雨になるんで、はい、なので、まあ、結構こういう窓の細かい作業嫌いなんで遅れてますね。まあなので、まあ、今日は疲れたからフライして寝ます。でこの後は、ちょっと検索して、見つけたんだけれども、あの養生プラダンを窓ガラスに貼るっていうことを実はしてる地域があって、それは台風とか、風で窓ガラスが割れるくらいあの災害がひどい、しかもそれが毎年来るっていうところの人のブログで、養生プラダンを窓ガラスに、テープで貼っつけるっていうのは読んだんで、まあ、余ってるね中からポリカをちょっと、ブラインドも兼ねて、まあ、ここ割れるだろうっていうところに、まあ、実際もうここ地震で割れてるから、こっちは一番風当たりと雨当たりが強いの であと立て付けも悪いから地震とかの時必ず割れるので、飛び散らないようにここフィルムを貼って、そんで養生していきたいと思います。ではでは、今回はですね、今最新だとは今2階ロフトネットを組み立ててる部屋ですね。でまあここが2人部屋に今はなってます。もうドミトリーではないですね。まあそれだけ言ってきます。じゃあね。